おお、バッチリ2段ベッド。広っ、すごっ。エカロもですね。おお、エカロもです。あと冷蔵庫、あ、冷蔵庫も。はいどうもこんにちは、ヤンマットですっていう感じですね。今日も元気に撮影していこうと思うんですけれども、本日はですね、埼玉県にあるティピーアウトドアデザインさんに来ております。はい、あのヤマトチャンネルまだ全然ないんですけど、今日はですねキャンピングカーの取材になります。で、まあ、正直もともとはスポーツカーとかが好きだったんで、そんなにキャンピングカー興味なかったんですけど、やっぱね数々撮影してきた中でだんだんとやっぱいいよな、欲しいよなっていうような気持ちになってきたのもあるので、なんかね今日はどんなキャンピングカーがあるのかっていうのをこちらのティピーさんにですね見せていただこうと思っております。で、もうずらっと並んでますけど、本日はですねちょっと前に撮ったキャブコンみたいな感じではなくて、ハイエースのキャンピングカーっていうのを見せていただこうと思っております。なんかねこの間キャンピングカーショーに出したような車があるらしいんで、ちょっと楽しみに見ていこうと思います。はい、というわけで、今日いろいろ教えていただくティピーアウトドアデザインの砂田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰ですね。はい、元気でした。いや、なんとも元気してます。大丈夫です。よかったよかった。1年以上ぶりですかね。そうですね、まあね、いろいろありましたね。いろいろありましたからね。なんとなくは伺っていくんですけど、はい、まあ、はい、もにょもにょありましたが、僕は個人でこんな感じでやってます。応援してますよ。ありがとうございます。で、今日見せていただくのが、はいはい、こちらのハイエースなんですけど、はいはい、すね、これざっくりどんな仕様なんでしょうか。ですね、ボディサイズ一番大きい、うちで一番出てるタイプ。あ、キャンプ車中泊に特化した感じの、おファミリーでの使い勝手を考えた。なるほど。ティピーさんっていうと、はい、キャンプも行けるし普段使いも OK だしみたいな、ね、はい、じゃあそんなですね、はい、素敵なハイエースを今日は見させていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ中見せてもらってもいいですか。はい、ご会長、うわー綺麗。これ、あ、2列あるんですね。そうですね。で、前2人、3人、2人の7人乗りですね。7人乗り、はい、7人乗るけど向こうにだって、そうですね、2段ベッド的なものもある。はい、で、この辺の椅子もこのヘッドレストとか外してフラットにしていただけると、うん、ここから後ろまで全部がフラットのベッドになるんで、お、はい、乗車7人ですけど、この気になれば10人以上寝れんじゃないかなと。はい、大家族 OK じゃないですか。はい、いやでも10人で行けないんで、うん、そうですね、7人がマックスなんですけどね。まあでも、あの、もう1台コンパクトカーがあれば、ね、みたいな、うん、あればね。いやー綺麗だなー。あとはこれがその LBG200SLR といいまして、レカロモデルなんで、お、一応レカロ標準ですけど、ね、なるほど、はい、運転席助手席レカロになってるっていう、はい、これすごいですね、この2列目の位置、はいはいはい、なのにテーブルこんな風に置けちゃうんですね。そうです、テーブルがあそこのレールに止まってる形になってるんで、はい、前でもこっちでも使えるんですね。だからこっちでもレールがあるんですか。で、本当だ、ここにセッティングもできますし、で、はい、この椅子がベッドにも、あと後ろ向きにもなるんですよ。後ろ向きにもなる。で、後ろ向きにしたときは、まあ、ここテーブルで対面でお話ししながらご飯食べたりお酒飲んだりする。へえ、はい、すごっ。これだってテーブルの位置そういう風に変えれるってことは、はい、ちょっとパソコン広げて作業するとかだって全然いけますし、ちょっといろいろ展開も見たいんですけど、はいはい、その前に2段ベッド見に行ってもいいですか。どうぞどうぞ。どんな感じなんやろ。とおお、バッチリ2段ベッド。あと広っ。そうですね、まあ収納スペースも十分ありますし、はい、このサイドも収納スペースもあって、でこのマットが全部、上下で8枚、8枚組み合わせで、ここに椅子広くしたりとか上なくしたりとかいろいろできるんで、はいはいはい、じゃあもうお好みに合わせて変えれるっていう、そうですね、すごい。だって2列展開した状態で普通にここ上人寝れちゃうじゃないですか。正直2人とか3人ぐらいだったら、あの、まあ夜サービスエリアとか行って、うん、全部展開するの大変じゃないですか。はい、今日はもうここで寝ちゃいますよね。荷物とかはそんななければ、はあ、椅子のまま、まあ、ちょっとした仮眠とかできちゃうかなと。なるほど、はい、そっか、荷物だってここに積みっぱでいいわけですもんね。お子さん小さい家族とかでしたら全然いけるんじゃないですかね。おー、はい、でまた収納もこっちにもあるし、一応これベルトついてマットが4枚しまえるようになってるんで、ん、まあ、マット使わないときはここ入れてもいいですし、はい、うん、まあ、ね、本当に使わないときは家を置いていってもいいと思いますし、なるほどなるほど、はい、キャンプに特化してる場合はもう本当マット4枚は家を置いてきちゃってキャンプ道具いっぱい積んどけば全然いけるんじゃないですかね、はい、なるほど、はい、こっちにもあるしこっちも戸があるんですね。おお、あと上の方にも収納とかあるんで、
はいはいはい。まあね、昨日も大きな地震あったんでね。そうですね、食料とか水とか蓄えておくにはやっぱいいんじゃないかなとは。まあ、家族4人が3日分なんとか過ごせるぐらいの収納できると思うんで、はいはいはい、いざという時のためにそういうのを入れとくのもいいんじゃないかなと。あともうキャンプ道具とかもある程度乗っけっぱなしにしとけば、例えばお父さんが急に明日休みになったみたいな時は、はい、もうじゃあ今日の夜から行くぞみたいな、うんうん、思いつきで車中泊キャンプ行けちゃうんじゃないかなと。なるほど。それで、ね、やっぱ乗用車だとどうしてもキャンプ道具積み込ん で、うんうん、で帰ってきたら下ろしてとかあるじゃないですか、はい、そういうのがないんでね、この辺はやっぱキャンピングカーの利点ですよね。キャンプグッズ場所取るじゃないですか。そうなんですよ。僕もあの押し入れ一段キャンプグッズ埋まってるんですけど、ね、戸建てのね物置とかいっぱいあるお家だったりですけど、やっぱ集合住宅とかマンションとかの方はね、置いとく場所も大変だし、うんうん、降りてって持ってったりするのも大変だから、やっぱこういう車だったらもう積みっぱなしにしとけばですよね、うん、動きたい時にすぐ動ける。僕住んでるのが2階なんで、はい、やっぱもう荷下ろしめんどくさいんですよ。上から投げればいいんじゃないですか。全てあのキャンプ行ったら骨組み折れてましたみたいな。ですですです、ね、こういう細かいところにも収納いっぱいあるんですもんね。なるべく無駄なスペースは作らないように。かといってなんかゴテゴテしないように、はいはいはい、なんかポール的なもの入れたりとかもできますし、うんうんうん、はい、あと下の収納あるんだ。そうですね、こっちはバッテリー関係が入ってます。はいはいはい。こっちは一応今カタログ入ってるんですけど収納になってる。なるほど、まあ、洗車道具とか入れといたり、そうですね、細いもんも。そうですね、あと雑巾とかなんかね、はいはいはい、こういうところにあるとちょっと汚らしいもん入れとか。へー、まあ、もちろん普通にキャンプ道具に詰め込んでもいいと思いますね。なるほど、はい、なんか一個ボックスに入れてそこにしまうとかしても楽そうですね。そうですね、うん、でちゃんと床もフローリングになってるし。そうですね、じゃあウッド調なのがいいな、好き。こんな感じ。なるほど、そっか、結構自由ですね。半分だけ外しとくとかもできるわけですね。なんかまあ上外しちゃえば座ることもできますし。はい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 、はい、まあ、走行中はダメですけど、うん、うん、もう止めちゃった止まってる状態だったら全然 OK。 なるほど。大体もう子供はこの上で寝そべって任天堂スイッチをやってる、ね、でちゃんとコンセントも。そうですね、じゃあ家電もいけるってことですね。そうですね、でキャンプ場とか AC サイトあるところであればここ外部のコンセントつなげちゃえば中でもうそれこそ電子レンジとかも使えちゃう。はい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 、容量すげー、なんかほんと便利ですね、うん、ハイエース、はい、ちょっとそのフラットになったりとか展開を見てみたいんですけど、はい、じゃあすごく楽です。お、はい、もうあっという間にできますよ。 5,6 秒できると思いますね。早っ。6秒。そうですね、あの、ま、リアルなこと言うとタイムコードで1分ぐらいです。あ、めちゃめちゃ早いじゃないですか。腕落ちましたな。年です、年です。昔は6秒でいけたんだけど。6秒だと多分あの分身の術が使えない。へー、ちょっと乗り込んでみてもいいですか。どうぞどうぞ。広そう。じゃあちょっと失礼しちゃおうと思います。よいしょ。うわ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 、めちゃめちゃ広いやん。すごいな。だってこれでここの境にね足伸ばすでしょ。全然余裕じゃないですか。めちゃくちゃ広いですね。めちゃくちゃ広いですね。足伸ばすのはあれですけど横にもなんとかいっちゃいます。これ今だって僕がこっち側の壁にほぼ寄りかかるぐらいの位置に行っても足が伸びる。ここあれですよね、はい、シンクとか。そうです、流し。はいはいはい、流しと、あと冷蔵庫。あ、冷蔵庫も寝ながらお酒を取り出して。なるほど、すごいな。冷蔵庫も蓋しとけば机になるってことなんですね。これそうです。で上も収納がいっぱいありますよと、ね、ちょっと失礼して。全然物いっぱい入るやん、本当にすごいな。こっちも同じように、あとふかふかですね。 ありがとうございます。布団いらないわ、このまんま毛布とかだけあれば、ね、うん、これ以外にもその対面の展開もあるんですか。そうですね、まだレイアウトあります。ちょっとそっちも見てもいいですか。はい、了解です。今度は6秒で見れます。じゃあ6秒に早送りしよう。早っ、6秒でしたね。はい、6秒です。
はい、というわけで、はい、対面展開になりました、はい、そうですね、広いですね、うん、そうですね、改めてやっぱハイエースって言っちゃえばまあ普通車というかそのキャンピングカーほど大きいわけじゃないじゃないですか。 そうですね、はい、それから考えて中でこうやって対面で座ったら狭いんちゃうかと思ったんですけど、うん、全然パーソナルスペースありますし、うんうん、なんかこう対面での圧迫感とか全然ないですね。でこれでそっちで、はい、まあ、一応3人掛けなんですね。そうですね、でこっち2人掛けみたいな、ね、で今大人の男2人でこうやって入ってるんですけど、全然余裕ですね。全然大丈夫ですね。河原とか行ってくつろぎたいもん。あれなんですね、ここの隅っこにあったクッションが、そう、これが、まあ、アームレストにもなり、はい、でこの椅子自体が横にスライドするんですよね、はい、でこっちにはめることによってベッドスペースがさらに大きくなるんですね。うーん、はい、なるほど、はい、なんか二役買ってるっていうのはすごいですね。これでだってさ、ここにさキッチンもあるわけじゃないですか、ね、ちょっとお料理こうやって並べてね、お酒なんか置いたりなんかしちゃったら最高じゃないですかね。あとはやっぱこの収納が結構低いんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、拳2個分ぐらいあるんですよ。そうですね、気をつければでも 2,3 回は多分ここで確かに僕こうやって立つと、まあ、それはしょうがない、はい、とはいえなんかこう上に物があって圧迫感あるみたいな感じはないですね。やっぱ窓の数が多いじゃないですか、うん、そうですね。で、まあ、今電気もつけてますけど明るいっすね。うん、明るいです、うん、モニターもついてるからテレビだって見られるし、はい、ゲームもできる、ゲームもできる、はい、おお、お子様大喜びで、はい、そうです。スイッチこっちでこうやってやってたのがこうになるかもしれない。そうそう、ここに繋げろと、はい、スプラトゥーンできちゃうわけですね、うん、そうです、できます。いや、いいよな、ちょっとドライブ行って自分の好きなものいっぱい詰め込んでおいて、うん、本当になんか日常から逃げ出すには、うん、いいですね。ですね、思いつきで逃げ出せるっていうのがいいですね。ああ、思いつきで逃げ出せる、思いつきで逃げ出そう、いいな、なんかそうだって、思いつきで逃げ出そう、京都行こうみたいなテンションなんですけど、うん、でもお高いんでしょ。ね、そんなでも安くはないですけど、はい、まあ、キャンピングカーって1000万みたいなイメージとかある人もやっぱりいるでしょうけど、はい、で600万円台ぐらいから出ます。あ、そんなもんなんですか、はい、オプションではもろもろいくと平均で700から800ぐらいなのかな。でやっぱり贅沢装備つけていくと900とかになるし、ね、外装とかやったりすると、はい、タイヤ保有、はい、ナビもいいの入れたりとかいうとやっぱ900近くまで行く人もいる。なるほどな、はい、まあ、そこら辺は結構好みに合わせて選択してねっていうことですよね、はいはい、まあ、正直標準装備でもキャンピングカーとしての装備はほとんどもうついてるんで、うんうん、あとはまあナビゲーションつけたりこういうテレビつけたりとか、あと外装こだわる人はアルミホイール履いたり、はい、スポイラーつけたりとか、もうキリがないんですよ、うん、はい、なるほどなるほど、はい、で、あの背もたれの角度とかもきついのかなって思ってたんですけど、一応リクライニングができるんで、うん、まあ、フラットにもなるんで、はい、はい、今僕普通に座ってますけど、あの全然僕の車の後部座席より楽ですよ。なんかこのままどこかに連れてってほしいですよね。いや、そうですね、はい、運転手に任せたいそうですね、乗っかってダラダラしてたいです。これで、まあ、900万円フルフルでやったとしても車検のために乗り換える車じゃないじゃないですか。いや、そうですね、あとまあ例えば、ね、お子さんいる家族とかで家族4人でホテル泊まりに行くなんて言ったら、はい、一泊やっぱ10万近くかかっちゃうじゃないですか。そうですね、なんだかんだで、はい、でそういうのがもうほぼかからないっていうのを考えると、やっぱり遊びに行けば行くほど買った価値が上がっていくというか、正直100泊ぐらいすればもう全然元取れちゃうんじゃないかなって気がするんですよね。うん、最低限の食費と、ね、あとはちょっとしたその贅沢費だけで済むってことですもんね。中で、ね、お湯沸かしてカップラーメンでもいいと思いますしね。うんうんうん、お出かけした時 の、 その外で食べるカップ麺って、はい、ああいいと思いますよ。ごちそうですから、ね、うちもやりましたよ。ちょっと、はい、あの僕のチャンネルまだそんなにキャンピングカーがないんですよ。はい、いっぱい乗せていきましょうか。そうなんです、これからコツコツやりたいんですけど、うん、なのであの僕のチャンネルから見た人でまだ TP さんのこと知らないっていう人もいると思うんですよね。なんでちょっとそのあたりのお話をいろいろ聞かせてもらえないですか。わかりました。というわけで、前編はですねこちらのハイエースの紹介だったんですけど、後編ではですねこの TP さんの、お話をいろいろ聞いていこうと思います。まずはここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。何にもないとこの車の広さわかりますね。おお。切り口が見えたらみっともないんで、うん、こういうの貼ったりとか。チャンネル登録と高評価を。はい、OK です。